東京リバンカー続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きでフロストハイムとの一件が、フロストハイムの面々との一件がとりあえず一段落つきましたね。の前にこれ今石が3500以上あるんだよ。どうせならアイコン買っちゃおうかなということで、これでアイコン買っちゃおう。購入やっとぜ。イエーイ。何ですか これ強いよ。フレンドの中でもね、なかなかそのキャラをアイコンにしてる人いないからね。とりあえずストーリー行こうか。メインストーリーでエピソード1が終わって、次エピソード2ザ・ダークウィッチタイムズやっていきましょうかね。死者からの生配信。今回はどのクラスが、何が起きてんだ。惨劇は生配信にて、一体何が起きてるんだ。まあちょっと面白そうだな。読んでいこうか。続き。はーい、皆さんこんばんは。今日も心霊スポットを探索していきます。ジャイアンみたいなやついる。ここはあの有名なタケルの亡霊が出るって噂の廃工場です。今回の探索は危険度マックスってことで、アーカイブも残し、うわっ、無念、転ぶとこだった。あ、このロープなんだろうね。ここで誰か監禁されてたとか、怖っ。で、タケルの亡霊が出るっつう部屋がこの奥にあるはずなんだけど、うわ、今ドア勝手に開いたんだけど、みんな見たよね。え、窓なんもないじゃん。やめてよ、そういうのいらないから。いや、やめてってば。何これ、みんなが俺を脅かす企画。いや、やめろっつってんだ。いやつよぽん。レオくん、しおちゃん、助けて。わかった、そこで待ってろ。危ないからそのナイフしまって。うるせえ、俺は本気だからな。データはどこだ、本当のことを言え。楽しそうだな、俺も混ぜてくんね。なんだお前、どうやって部屋に入った。空いてたんだよ、ご招待どうも。翔ちゃん、怖かった。ふざけるな、早くデータをよこせ。おじさんがすごく怒るから、俺びっくりしてデータ消しちゃった、ごめんなさい。やっぱりお前騙したな。支払った金を返せ。うるさ、さっきからキモいんだよね。汚い手で触らないでくれる。おい、そろそろ時間だぜ、帰んぞ。お前ら大人をなめんなよ。前が見えねえ。次はかくれんぼね。さっき捕まえられなかったから、またおじさんが鬼だよ。じゃ、頑張ってね。いきなり第1話から情報量が多すぎるんだけど、ホラー演出かと思ったら急に修羅場だし。あのお金を騙し取ったのはどっちが悪いんだろう。おじさんが悪いのか、まあその生徒組、翔くんとレオくんかなが悪いのか。まあでもなんか見た目的にあのおじさん悪そうだよな。うん、殺されちゃってるし、つよぽんだったっけ。どまいな、つよぽん。まあとりあえずじゃあ第2話いこうか。高速と高速、うまい。不自由な日々。まあ続き読んでいこうか。お前、パンピーに怪具使うなって。おい、聞いてんのか。いや、
このメットデザイン古いよなと思って。ああ、お前が選んだんだろう。それ3年前の話でしょ。翔ちゃん新しいの買っといてよ。そんくらい自分で買え。グダグダ言ってねえで早く乗れよ。はいはい。しかし久しぶりの収穫だったな。ねえ、こんなペースじゃ全然お金増えなくて困るんですけど。うちの寮長、外出許可証マジで出さねえしな。俺らの申請ほとんど弾きやがったよ。あいつ絶対適当だろ。今さら門限とかだるすぎ。ああそれ、ま、門限あんのは仕様で出かけるときだけらしいけどな。これが任務なら時間制限ねえってよ。そろそろ参加してみっか。おっと、ってことは特待生ちゃんはこの二人と次の任務に行くってことか。カイトとルカはもう来ないのかな。やだよ、めんどくさ。あ、そこのスタバ寄って。新作フラペまだ取ってないの。え？てめえ、もっと早く言えよ。わざわざ U ターン禁止のとこでよ。翔ちゃんってば強引。てめえが行けっつったんだろ。めっちゃクラクション鳴らされてるよ。で、なんで財布持ってねえんだよ。ごっち。ったく。なんだかんだレオには甘い。この二人の関係性がわからないな。あ、翔ちゃんの手映っちゃった。まあ。お前さ、学園入ったこと後悔してねえの？はあ？クソ後悔してるに決まってんじゃん。悪魔契約者が集まってるって言うから超楽しみにしてたのにさ。何あれ。世のため人のため学園のためってやつか。え、寒すぎ。悪いことをしたいってことかこの二人は。の、てかあいつらも全員悪魔契約で願いを叶えてるってことか。それなら少しは楽しめるかも。ねえ、翔ちゃんも知りたくない？何がだよ。グールたちが悪魔に何を願ったのか。別に。ああ、そういやうちの寮長殺しで年少入ってたらしいぜ。今はおとなしくしてるみてえだけど、お前みてえに舐めすぎてっと消されっかもな。え、この二人クラスどこだったっけ、覚えてないの。なんか新入生組だよね確か。殺しね。どうせガキ同士の喧嘩でしょ。打ちどころでも悪かったんじゃない。お、いいね、 1K 超えた。そりゃよかったな。補習なんて制度は初めて聞いたな。お、ルカ。そうなんですね。補習授業ってイギリス校にはなかったんですか？あったのかもしれないね。俺は受けたことがないから知らないだけで。先日の学力テストで赤点を取ってしまったカイト君は補習授業のため教室に残った。カイト、足長屋敷救済事件の後、授業中や休み時間はルカ君とカイト君と3人で行動することが多かったものの、あ、やっぱこの3人が仲良しメンバーってことだ。この時間の D チャットは多分。君は今日もカムライさんの部屋に行くのか？え、なになに、そんなずっと仲良しなの？そうみたいですね。最近では放課後になるとカムライさんから D チャットで呼び出され、寮長室での雑務を手伝うことが日課のようになっていた。あらら、もうこれクロスタイムに入寮っていうのかするしかないんじゃない。顧問に新しい船の使用許可証を要請しておいた。持ってこい。もう分かりましたって言うしかないよな。カムライ先輩アイコン何もセットしてない。分かりました。石橋先輩アイコンなんだろう、ちょっと気になるぞ。え、今日はダンテ先生から書類を受け取ってカムライさんに届けてきます。まるで使用人じゃないか。君が嫌ならきちんと断るべきだと思うよ。
使用人、そう見えますかね。心配だな。俺がカムライさんに話をつけよう。やばい、なんか揉め事が起きそうな予感。あー、ちょっとルカ君。意を消したように足早にエントランスへと歩き出すルカ君を私は急いで追いかけた。まずいまずい、揉め事が起きる。やばいよ、姫をなんだ、巡って争いが起きている。不遇な遭遇、上がるのろし、出た出た。レオ違うか、ショーか、間違いない。こうん、モバン猫。おいレオ、教科書見せろってよ。違った、レオだった。ん、どういうこと。どういうことじゃねえよ、お前に渡してただろ、こいつの通行許可書。ああ、このバイクのどこだっけ、忘れちゃった。適当だなレオ。おいおい、あれ再発行すんのクソめんどくせんだぜ、探せよ。知らないし、いいじゃん、もう突っ切っちゃいなよ。ああ、とんでもない。ちゃんと捕まっとけよ。突っ切っちゃうんだ。はーい。ああ、猫たちがかわいそう。これは許されない。ルカ君、待ってください。心配はいらないよ。自分の寮へ戻ってくれて構わないから。いやいや、後々気まずくなるから。ルカ君は私に優しく微笑みかけると再び両者の方へと歩き出した。まずい、どうにかして止めて。次の瞬間、うわー、来たぞ、ショー&レオが来たぞ。危ない、イグナイム。お、視界からルカ君の姿が消えると同時に叫び声にも似たブレーキ音が辺りに響き渡った。ルカ君、どうなった。しかし横から飛び出してきた大型バイクはなぜか車体を宙に浮かせながらぐるぐるとタイヤを空転させている。持ち上げてる。ルカ君のスティグマが発動しているのか、目には見えない壁がバイクとルカ君の衝突を防いでくれているようだ。危な、本当に事故を起きかけてるじゃん。うわ、勢い余った大型バイクはまるで生きた暴れ馬のように車体を左右に大きく揺らし始めた。ああ、ちょ、落ちる。レオ、もう大事故にならなくてよかったんじゃないか。とりあえず、ちょっとショウちゃん何やってんの。知らねえよ、こいつが急に飛び出してきたんだろ。バイクがうなるように空ぶかしするとようやくエンジンの振動がやみ、あたりは静けさを取り戻した。君大丈夫か。とりあえずは、うん、怪我はしていないか、よく見せてくれ。シートから振り落とされた男は地面に座り込んだまま駆け寄ったルカ君をじっと見つめている。眩しい光を覗くように細められたその瞳は微笑んでいるのかいぶかしんでいるのか、どちらとも取れる不思議な印象だ。翔ちゃん、こいつ2年の転校生だっけ。こいつ呼ばわり。ああ、ああ、見たことあんな。だよね、ほら、あの耳障りなそばかす雑魚とよく一緒にいるやつ。こいつカイトの悪口言ってやがる。今なんて言った。こりゃ仲良くはなれねえな。よかった、無傷だなボニー、ぶっ倒れなかったご褒美だ。運転席にいたもう一人の男がどこからかジャーキーを取り出しバイクに向かってひょいと投げた。食べるの。キークルスルーキャッチしたバイクはもぐもぐと美味しそうにガソリンタンクを動かしている。食べるの。どういう生き物、バイクがジャーキーを食べてる。ちょっと翔ちゃん、俺の心配しろよ。君、今の言葉を訂正してくれないか。は？何が。立ち上がりしきりに服の汚れを気にする彼にルカ君はますます語気を強める。それ怒るよな、大事な友達バカにされたら。カイトへの誹謗だ、今すぐ訂正してくれ。ああ、耳障りなそばかす雑魚だってそのまんまじゃん。ダメだ、これは仲良くなれなそうだ。悪びれもせずスマホを触り始めるその姿に私はふと入学式での一幕を思い出す。うるさ。ああ、この二人バガストロムに配属されてた1年生のグールだ。やっぱそうだよね、新入生組だよな。レオ行くぞ。
ルカ君の鋭い視線など気にも留めず、彼らは再びバイクにまたがると、けたたましくエンジンを吹かした。逃げられた。おい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 、よくねえなこれ。友達バカにして何も言わずに逃げていくだなんて。静かなる怒り、煽りの代償は。おっと、何が起きる？待て、まだ話は終わっていない。君たちは確か新入生のグールだな。おお、ルカがぶち切れてるってよっぽどだからなこれ。こわ、動画撮っとこ。うわ、ちょっとちょっと、なかなかに性格悪くない？彼はすかさずスマホのカメラをこちらへ向けると、ニヤニヤと笑みを浮かべながら動画の撮影を始めた。おい、そこまでにしとけ。パンピーなんかいちいち相手すんなよ。はーい、転校生くんに質問です。君、なんで悪魔と契約したの？大切な人を守りたいって願ったとか？君、そういうタイプっしょ。やば、かっこいい。なにその顔、超ウケる。男が不敵に口ばしを上げると、マイクは、マイクじゃねえ、誰やマイクって。バイクは爆音と煙を吐き出し、北の方角へと走り去ってしまった。おいおい、あの二人好きになれることあんのか？なかなかに憎たらしいぞ。大丈夫ですか？ルカいいやつだよな。友のためにこんだけ怒れるって。これは嫌な予感が。まずカムライ先輩の前に行く場所が決まったな。失礼します。おっと、てめえどこのもんだ？すっげえ治安悪そう。フロストハイムのルーカス・エラントだ。この寮のグールに話がある。グール？ミドーさんに何の用だ？あの無礼な男はミドーというのか？聞き覚えがないが。ルカ君を追いかけ、ようやく見つけたと思った矢先。てめえ、生意気な口聞いてんじゃねえよ。殺されてんのか？あれは不良？ルカ君はなぜか体格のいい男子生徒たちに囲まれていた。今にも暴れ出しそうな形相の彼らだが、制服を着ている以上この学園の生徒であることに間違いはなさそうだ。この学園ってああいうタイプの生徒もいるんだ。そういえばさっきのグールの二人組もかなり話しづらい雰囲気だったな。ということはこの両者って、バガストロムに喧嘩売ってんのか？いい度胸だな。バガストロムは絶対来ちゃいけねえな。やっぱり。男子生徒の一人がルカ君に向かって拳を振り上げる。思わず身構えた次の瞬間、それを軽々とかわしたルカ君の隣にバランスを崩した男子生徒が倒れ込んだ。一般人に怪我をさせたくない。無謀なことはやめてほしい。おい、こいつ例の転校生じゃねえか？めちゃくちゃ目立ってるな。ルカ、マジかよ。俺知らなかっただけだぜ。やべえ、グールに手出しちまった。意外とビビり、まるで危険な野生動物と遭遇したかのように彼らはゆっくりと後ずさりしながらルカ君から距離を取る。大丈夫だよ、君たちに剣は抜かない。俺はただこの寮のグールの居場所を教えてほしいだけなんだ。めちゃくちゃ怒ってるって。なんだあれ、なんだこれ。この背景のこれなんだ。あの人たちが言っていたのは多分この辺の壁だと思うんですけど。この絵じゃないか？ほら、子供が何かを開けようとしているよ。あ、そこに隠し扉があるってこと？ルカ君が指さしたのは校舎の壁に影のようなタッチで描かれたカーテンを開ける少年の絵だった。試しに触れてみると、ただの絵であるはずのカーテンが私の手の動きに合わせてふわりと揺れた。おお、うん、ここで間違いない。君が開けてみるか？やっていい？私は小さくうなずき、絵の中のカーテンを掴んでそっと中を覗き込む。あった！そこには地下道へと下るための階段が隠されていた。おお、見つけちゃった。秘密への道、秘密の扉。地下格闘場、タイマン場と、ああそんな喧嘩っ早いクラスなんだね。まあ、そうだよな、
おじさんに襲いかかってたもんな、翔くん。とんでもクラスだ。いや、まあ暴れん坊たちのいるクラスだとは思ったけど、まあ行こう。もうやばいだろ、この学校。ここだけなんか違う気がする、他のクラスと。つってもフロストハイムしか見てないけど。バガストロムのグールたちは、両者の地下室にある闘技場と呼ばれる場所にいることが多いそうだ。しかし、無害者の出入りは禁止されているため、こうして地下道から入る方法があることを、寮生の人たちがこっそりと教えてくれた。落ち着いて話をしてみれば、親切な人たちでよかったよ。いやー、ビビってただけなんじゃないかな。あれ以上私たちとは関わりたくないって雰囲気だった気もするけど、だよね。しかし、君は良かったのか？こんなところまで付き合わせてしまって。大丈夫。いえ、理事長からグールの皆さんとは早く打ち解けるようにって言われてたんです。それがあんな初対面のままじゃ先が思いやられるというか心配で。そうか、すまない。俺のせいで君の立場を危うくしてしまうところだった。いいよ、心配すんな。友達思いですね。気持ちはわかります。もう少し冷静に。友達思いですねってとこ。ルカ君が友達思いなのはいいところだと思います。ありがとう、カイトの言葉。俺が守ると決めたから。そうだよな、ずっと言ってるもんな、それ。ほんと頼れる友達。おかげで少し冷静になれたよ。御堂という人には誤解だけ解いてもらう。俺たちの友達は雑魚なんかじゃないとね。いい子。改めて周囲を見渡すと、薄暗い地下道は画廊に一景を取らないほどユニークな落書きで埋め尽くされている。私たちは鑑賞を楽しみながら闘技場の入り口を目指した。グラフィティアートっつったっけ、なんかスプレー缶で描くやつ。ブックロス。とんでもないクラスだな。上等だ。おいレオ、これのどこが面白いんだ。翔ちゃんって子供の頃カブトムシ捕まえて戦わせたりしなかったの？ああ、そういう世界観で見てるんだ。人間の戦いをカブトムシの戦いと一緒と扱っている。ああ、そう言われりゃ分かる気もすんな。分かっちゃうんだ。まあ俺はやったことないけど。ねえのかよ。やはりここにいたんだね。ああ、バガストロムの闘技場は血と汗の匂いが混ざり合ったような独特の空気に包まれていた。臭そう。鉄格子で囲われたリングの上では、体の大きさが全く異なる生徒同士が怒号を飛ばしながら激しく殴り合っている。さっきの言葉を訂正してほしいんだ。君しつこすぎない？友のためだからな。その試合を観戦している生徒たちの中にバガストロムのグールはいた。彼らは壁にもたれ、腕を組みながら不愉快そうにルカ君を見据えている。おい、ここはてめえらみてえなよそもんが出入りしていい場所じゃねえ。出てけよ。君が御堂なのか？はあ？どうしたらあんなデカブツと見間違うんだ？てめえの目は節穴かよ。御堂っていう人がまた別にいるのか。なんだ？喧嘩か？誰の寮ででかい顔しとるんじゃこれ。不良が来た。典型的な不良みたいなやつが来た。気がつくと私たちはバガストロムの寮生に取り囲まれていた。怖いって。すみません、勝手に入ってきてしまい。君が詫びる必要はないよ。ここへ来ると決めたのは俺だ。キュン。話をしに来たんだ、カイトのことを。君たちは誤解しているようだからね。カイト？何の話だ？めんどくさ。君さ、文句あんならリング上がんなよ。リング？なぜその必要が？もし君がうちの翔ちゃんに勝ったら、さっきの言葉訂正してあげる。は？なんなら土下座もサービスしよっか？雑魚いじってごめんなさいって。いやー、でも煽るのをやめないな、この二人。入学式の後速攻で頭取ったろ。俺はもうやんねえよ。あ、そういうこと？そんなに喧嘩強いんだ。たかが一般寮生ボコっただけでしょ。グールとやったことないじゃん。やんなよ。あ、御堂ん？御堂って人はグールってわけじゃないの？くだらねえ。そう言ってヘアバンドの彼は私たちに背を向けた。よかった、
この人はやり合う気がないみたいだ。でもルカはきっと止まらないぜ。翔ちゃん勝ったら次の賭けでハンデあげようと思ったのに。そりゃいいな、乗ってやるよ。え、さすが。始まっちゃう、戦闘が始まっちゃう。二人のやりとりに周囲にいた寮生たちが一斉にどよめく。おい、グールがタイマー張るってよ。こりゃ面白い。お前どっちにかける？ちょっと待ってください。あまりにも突然の展開に私はルカ君の表情を探った。俺が勝ったら君の口から二度とカイトの話をしないでくれ。ルカ君？まあそうだよな、ルカは友のためなら止まらないよな。うん、いいよ、勝てるもんならね。そんなに強いのか、かなりの自信だぞ。突然やる気を出したヘアバンドの彼は肩を回しながらリングへ向かって歩き出す。帰ってくれよルカ、負けんなよ。寮生たちが道を譲り、私たちの目の前には花道が出来上がった。来いよ先輩。ルカ頼むぞ、こんなとこで負けるんじゃねえぞ。始まる闘争、勝つのは果たしてルカ。頼む、ルカが地に伏せるとこなんか見たくねえ。大変なことになってしまった。闘技場のリング上ではジャケットを脱いだルカ君が周囲に貼られた鉄格子の強度を確認している。向かい側にいるバガストロムの1年生はニヤニヤと微笑み、足首を回しながらルカ君が位置につくのを待っているようだ。本当に戦うつもりなの？その時ポケットのスマホが震え出し、私は急いで画面を確認した。カムライさんだ。あ、これまだカムライ先輩も乗り込んできそうじゃね。通話。もしもし、もしもし。おせえ、これ以上俺を待たせるな。怒ってる。事情を説明する、謝罪する。これ事情説明。今ルカ君がタリオのグールと戦うことになってしまって。止まっちゃった。この騒音、お前今どこにいる？闘技場、わからない。闘技場って言ってわかる？バガラストロムの闘技場です。そこから一歩も動くんじゃねえぞ。やだ、助けに来てくれるの？フロストハイムの寮長いい人。絶対来るよこれ。切られた。殺したら一年。殺すとは言ってんだけど。転校生、根性見せろや。不意に大きな歓声が上がって、場内には次々とヤチが飛び交う。リングの上ではグールの二人が拳を構え睨み合っている姿が見えた。始まっちゃった。へえ、やるじゃねえか。拳を下ろせ。早かった。あれはクロストハイムのカムライ。あれ結局先輩は能力戻ったの？戻ってないの？今のタイミングだと特待生の手握ってたけど。なんであいつがここにいんだ？てかだいぶ駆けつけるの早かったな。カムライさんの登場に会場にいる誰もが驚きをあらわにしている。私の手を握ってるってことは。カムライさん、これはあなたのスティグマですね。なんだこれ、マジなえるわ。私の強化能力を使って発動したカムライさんのスティグマはあっけなく試合を止めてしまった。こっちは金かけてんだよ、フロストハイムのボーンは引っ込んでるや。おい囲め、道具持ってこい。え、鍵試合を邪魔され熱狂した寮生たちは次々と武器を持って集まってくる。おいおいおい、この先輩とやる気か？お前ら逆にやられるぞ。リングサイドはあっという間に金属バットや木刀などで武装した寮生たちに囲まれてしまった。バガストロムの寮生がこんなに。荒れる観客たちを横目にカムライさんは私を連れたまま悠然と歩き出し、リングサイドまで来て立ち止まった。おい、さっさと降りろ。しかし。へえ、君が噂のフロストハイム寮長、写真よりイケメンじゃん。誰だお前。
銀色の前髪の隙間に氷のような青い瞳が覗く。あのね、せっかく試合楽しんでたの、勝手に止められると困るんだよね。カムライさんの突き刺すような視線さえ彼にとっては臆するところがないようだ。むしろ迷惑だと言わんばかりにわざとらしく肩をすくめ眉を寄せた。ほら、みんなかけてるし、後から出てきた君の都合ではい終わりってさ、誰も納得いかないよね。クソガキ、何が言いてんだ。そうだ、君の誠意見せてくれない？お前まさかうちらの寮長に土下座させようとしてんのか。許されねえぞそんなこと。石橋先輩が黙ってないっしょ寮長が怪我されること一番嫌うっしょ。あ、この人が御堂さんって。走る緊張、地下のルール、一触即発すぎるって。誠意ってこれだ。俺の言ってる意味わかるよね。彼は猫のように目を細め、カムライさんから決して視線を外さない。いくらだ。金か。一人10として300あれば足りるかな。え、10万とかってことでしょこれ。あまりに横暴な言いがかりに私は思わず目を見開いた。しかしカムライさんは動じることなく胸ポケットから紙の束とペンを取り出すと、手慣れた様子で何かを書き始める。500で足りんだろう。釣りの分はうちのもんの参加費。後輩のために金まで出してくれる、なんて頼れる先輩なんだこの人。カムライさん、それはいけません。うわ、またこぎってかよ。スキャンすんのめんどくさいんだよな。紙の束から素早く小切手を取り出し、切り取り、カムライさんは相手に差し出した。はーい、毎度は。いらねえよ。寮長だなこれきっと。な、突然たくましい腕が横から現れ、小切手を受け取ろうとしていた彼の手を力強く掴んだ。な、離せよ。強そう。その太い腕の持ち主を見上げると深く鋭く黒い眼差しとぶつかり、私ははっと息を呑む。君関係ないじゃん、急に横から出てきて本当なんなの。黙ってろ。男はそう吐き捨てると掴んでいた腕を振り離し、今度はリングの上の二人を睨みつけた。いって、何あのバカ力、あざになったらどうすんだよ。で、何してんの。勢いよくちぎられた小切手が花吹雪のように宙を舞う。てめえら、ちダセえことすんじゃねえよ的な感じか。男の中の男キャラだこれ。あなたはフロストハイムの新入りか。はい、イギリス校から来ました、ルーカス・エラントです。ミド、邪魔して悪かったな。やっべえ、ミド、アランとカムライ・ジンがメンチ切ってんぞ。この二人の組み合わせ、いつぶりだ。今夜はアレンぜ。ミド、あなたの名だったのか。おい転校生、さっさと降りてこいっつってんだろ。わかりました。お前まだ蹴りついてねえだろ。どう、最後までやれってやつ。こいつは連れて帰る。ミド、お前に同行する権利はねえよ。ここは俺の島だ。ああ、ミドさん、かっけえ。ああ、グールの中でもやっぱうちの寮長がダントツかっけえわ。この人がバガストロムの寮長、御堂さん。彼がリングの中央に立った途端、それを囲む寮生たちに緊張が走った。一年坊主、てめえもリングに残れ。ああ、もういいだろ、しらけたっつの。おめえがやらねえなら俺がやってやんよ。勝ち目ないだろ、お前は一般生だろ。御堂さんの顔に泥塗んじゃねえぞ。まあでも一応すごい人望はあるんだな。フロストハイムと一緒でバガストロムの中では御堂がやっぱかなりの人望の人格者と。
武器を持ったバガストロムの寮生たちが我先にとリングへ上がっていく。おいおいおい、どっちの寮が上か証明してやるよ。ルカ君、後ろ。部外者は引っ込んでろ。おお、嫌いじゃないぜアランさん、そういう感じ。ルカ君の背後にいた寮生の動きが止まり、そのまま尻餅をつくように倒れ込む。寮生が振りかざしていたはずの木刀はいつの間にか御堂さんの手の中にあった。全力の攻撃を片手で止めた。てめえら、ここでは捨て頃の怠慢がルールだろうが。いいね、俺こういうキャラ好きだわ。バガストロム好きなキャラ、好きになれるキャラかいないかなとか思ったけども、アラン先輩好きだわ。二人の寮長、寮間抗争勃発か。やっちゃったこれ。俺がいつ道具使っていいっつった？あ、道具を道具って伸ばすの初めて見たんだけど。場内を一瞬にして沈黙が支配する。武器を構えていた寮生たちは皆決まりが悪そうに目を伏せ、ゾロゾロとリングを降りていった。てめえもガキの思い出作りならよそでやれ。ルカ君は複雑な感情を飲み込むように目を閉じると、深々と一礼し静かにリングを降りた。無事でよかった。俺、御堂さんがリングに立ってんの初めて見たわ。ほら、半端ねえな。俺は昔あの人のパンチ生で見たかんな。ワンパンでぶるっちまったけどよ。そしてリングの上に残ったのは御堂さんともう一人。落ち刑事、まさか今度はバガストロムのグール同士が、おっと、仲間同士で争っちゃう。一年坊主、勝った喧嘩なら最後までやり合え。俺が止めたんじゃねえよ。リングから降りようとした時点でてめえの負けだ。はあ、勝ち負けとかどうでもいいんで。そうつぶやいて1年生の彼は首裏をかきながら気だるげにリングを降りてしまった。あ、バガストロムは群れねえと喧嘩もできねえのか。そんなことは。ここのルールが気に入らねえやつは今すぐ寮から出てけ。ルール違反は絶対許さないって感じだな。御堂さんの怒りのこもった一言に寮生たちは不愛想に頭を下げる。おい、帰るぞ。あ、はい。カムライさん、話は後だ、さっさと行け。こりゃ説教されるぜルカ。私はリングにいる御堂さんに一礼し、先に行くカムライさんを急いで追いかけた。うちの寮長様ってほんとつまんない男。たく、俺は蹴られ損じゃねえか。無駄な争いを好まないって感じなんじゃないのか。捨て頃の怠慢とか昭和かよ。あんな奴に人殺しなんてできると思う？さあな、俺からすりゃてめえの方がよっぽどイカれてるぜ。黙ったまま前を歩いていた侍さんがようやく立ち止まる。絶対怒られる。外はすっかりと夜になっていて、周囲に生徒の姿もない。閑散とした校舎前で私たちは向き合った。転校生、お前は二度と他寮に関わるな。まあそうなっちゃうよね。俺は間違ったことを言っていません。なぜ理由も聞かずに止めたのですか。次の瞬間、パシンと川へ打った音が響き、ルカ君は頬を押さえた。カムライさんの氷のように冷たい眼差しとルカ君の熱を帯びて揺れる瞳が激しくぶつかる。お前がくだらねえ喧嘩で騒いでる間、この女はどこにいた？言ってみろ。確かリングサイドです。そうだ、バガストロムのチンピラ風情どもの中に一人きりでな。ああ、ごもっとも。もし彼女に何かあれば俺が守ります。何かあってからじゃ遅えんだよ。あ、ひたすらにいいことしか言わないんだけどこの人。ルカ君は唇を吹き結び、動揺している私に向き直った。怖い思いをさせて
すまない。すみません、ルカ君は悪くない、気をつけてほしい。すみませんって言っとく？私こそすみません。あそこへ行くと決めたのは俺だ。君に責任はないよ。ルカちゃんと反省できるの偉いよな。すぐに反省する。お前らが思ってる以上にこの学園は問題が多い。特に他領の領地のことは干渉するにも相応の代償が伴う。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。いいか、さっきの大柄の男、バーガストロムの領長には関わるな。御堂さんですか？あいつの拳は人を殺すための道具だ。え？人を殺すため？これは忠告じゃねえ、命令だ。よっぽどの野蛮人なのかな。え、でもなんかなんだろう、礼儀っていうか義を重んじるというか仁義を重んじるような感じな気はするんだけれども。え、広がる対立、名門校の闇。まあでも神楽先輩がよっぽど警戒しろって言うってことはかなり危険人物なのかな。御堂亜蘭、恐ろしい男だ。名門校の闇、読む。疲れた。寝支度を終え屋根裏へと戻ってきた私は倒れ込むようにしてベッドに横たわる。この学園での生活にも少しずつ慣れてきたという安心感が今日の出来事でリセットされてしまった気分だ。フロストハイム以外の寮で、寮ってみんなあんな感じなのかな。この学園に来たばかりの時もシノストラの人に何度も襲われたし、ふと不安に駆られ私はスマホを手に取った。なんかある？修善禅師って名前見たことがある気が。集まれ迷えるリトルシープよ。なんだこれ。修善禅師のお悩み相談室、コメントゼロ、むごい。新進気鋭の天才純文学作家修善禅師が持ち帰る全てのインテレクトを用いて迷えるリトルシープにアドバイスを送る。魂の叫びを思う存分書き記したまえ。ここに書き込むの？あれか、ピックアップガチャで来てたおしゃれメガネかけてた人？違う？いいね、しておこう。優しい。これって今日のこと？もう記事になってる。これか、フロストハイム VS バーガストロム再び対立か。わあ、盛り上がってる。俺その現場にいたけど途中で試合中止してみんな泣いてたぜ。何があったの？誰か詳しく。フロストハイムの転校生が武器持って乗り込んできたらしい。ああ、この書き方されるとフロストハイム、なんかルカだけが悪い感じになんじゃう。カムライが出てきてケツ持ったってよ。俺はカムライがバガストロムの1年をボコったって聞いたぞ。やってないやってない。事実と嘘がごちゃ混ぜになって書かれてる。根も葉もない噂話ってきっとこうやって生まれるんだろうな。ミドがチャンプ取って以来初めてリングに立ってるとこ見たわ。そういや内乱直前の 殺人事件ってミドがやったって噂聞いたことあるな。内乱、これあれか、カムライ先輩が関わってたやつにミド先輩も関わってるってこと？対立ってマジ？内乱継続すんの？内乱？殺人事件？この学園に来てから何度か耳にした内乱にまつわる記憶をかき集める。きっかけは去年学園内で起こった内乱のせいだって噂。俺は何とか巻き込まれずに済んだけど、マジでカオスだったんだから。これまで学内のトラブルはいつだってグールの仕業でしたし。きっと今回もそうでしょうね。まさかまた内乱が始まるのかしら。お前らが思ってる以上にこの学園は問題が多い。特に他領の領地のことは干渉するにも相応の代償が伴う。まるで何かに襲われたような荒れ具合。一体ここで何があったんだろう。頭の中で点と点が線でつながる感覚に私は一つの確信を持った。
両同士に対立が起こった。グール同士が争った。学園で殺人事件が発生した。まあ両同士に対立が起こったんじゃないのこれ。去年両同士に対立が起こった。それにグールたちが深く関係してるのは間違いなさそうだけど、その時彼らに何があったのか。今後この学園のグールたちと関わる中で、私はそれを知っておくべきなのか、それとも触れてはいけないことなのか。答えが出ないまま、やがて私は眠りについた。お、猫が起こしに来てくれた？怒ってる？ああ！にゃ。猫？起き上がりに鳴き声のする方を見ると、窓際に電書猫が座っていた。本当だ、手紙くわえてる。今すぐ開けろと言わんばかりに、電書猫はその柔らかそうな肉球をプニプニと窓ガラスに押し付けている。かわいい。ああ、今開けます。ベッドから立ち上がり、急いで窓を開ける。くっきりとした太陽の光と朝露の香りが新しい一日の始まりを教えてくれる。もう朝になっちゃった。ああ、ごめんなさい。いつもありがとう。手紙を受け取ると電書猫はいつも通り、せわしなく走り去ってしまった。理事長からだ。嫌な予感しかしない。バガストロムか？特待生さんへ。はいはい。昨日の職員会議で、次にあなたに同行してもらう寮が決まりました。絶対バガストロムだよこれ。早速挨拶に行ってほしいので、お昼休みになったらダンテ先生のところへ行ってください。新しい寮でも頑張ってくださいね。あなたの理事長より。うわー、せっかくフロストハイムで和んでたのに。終わった。絶望が俺を待っている。どうせアラン先輩のとこ行くんだろ。ほらもうこの感じ。新たな通達、無慈悲な宣告。オラバガストロムだ。気が重いな。理事長の指示通り、ダンテ先生に会うため職員室の前へとやってきた私は、しばらくの間ここで入室を躊躇している。他の寮への同行が決まったって話した時、カイト君すごく寂しがってくれたな。私だって不安しかないけど。もやもやと考え事をしていると、突然職員室のドアが開き、車椅子に乗ったダンテ先生が現れた。先生。遅い。ごめんなさい。すみません。ダンテ先生は上半身を大きく前後させ、私の前で車輪を急停止する。次に同行する量が決まったと聞きました。次は、バガストロムだ。やっぱりね。え？急にとてつもない心細さが襲い、足元がぐらりと歪む。争いが起こったばっかりだよ。返事の言葉が見つからず、私は開いた口をそのままに、ダンテ先生の説明を待った。随分とがっかりしているようだな。昨日の騒ぎで、あいつらの厄介さが少しは理解できたか？できた。図星をつかれ、私は正直に答えるしかなかった。はい。はぁ、やはりお前もあの場にいたのか。え？カムライまで出てきたと聞いて、もしやと思ってな。先輩助けに来てくれたんだよ。今の誘導尋問だったのか。私たちなりに理由があったとはいえ、寮同士でいざこざが起こってしまったことは紛れもない事実だ。ダンテ先生のお小言を覚悟し、目を伏せる。まあいい。昨日の乱闘騒ぎでバガストロムへの監視の強化が決まった。お、お前には監査役としてあいつらの任務に同行してもらう。はい。バガストロムは体力が有り余ったゴロつきの巣窟だ。念のため両者内では二人以上で行動しろ。二人以上っつったって誰と行動すればいいの？わかりました。早速だが、この調査指令書と資料を寮長の御堂に渡してきてくれ。御堂先輩か。お前が同行する任務の内容も書いてある。任務が完了し、
調査報告書を提出するまでは寮長の指示に従うように。わかりました。カムライさんから御堂さんには関わるなって言われたばかりなのに。念のため副寮長の名前も教えてもらえますでしょうか。バガストロムに副寮長はいない。なんてこったい。いない?いない。バガストロムは今、御堂だけで運営している。何があったの一体?フロストハイムの時みたいに他の人に頼るのは難しそうだな。御堂は寮のガレージにいる。早く行け。お言葉。どうしよう。すごく不安だ。最後に一つ。何か励ましの言葉?御堂に駆け引きは通じない。思ったことは率直に伝えることだ。どういうこと?変な嘘つかない方がいいってこと?ダンテ先生は車椅子をくるりと翻し、颯爽と職員室へと戻っていった。ダンテちゃんさ、優しさが溢れ出てるよ。うるさい。仕事に戻れ。優しさが満ち溢れてたの今。もう俺からしたら死の宣告だったんだけど。第1話不良の洗礼絡まる因縁。また始まるの？もう喧嘩しないで。私のために争わないで。明らかに構造が寮じゃないんだよな。工場なんだよな。え、カイト君に聞いていた通り、バイクがたくさん。それに、車まで。昨日はルカ君を追いかけるのに必死で、バガストロムの両者の様子は、ほとんど記憶に残っていなかった。入り口のあっているガレージには、埃とタイヤの匂いが漂い、時折金属音とオレンジの火花が耳をつんざく。迫力が、すごい。道すがら何度もスマホを取り出し、ルカ君とカイト君に相談しようかと考えた。そうだよな。助け求めたくなるよな。しかし、闘技場での様子や DA チャンネルの書き込みを見る限り、二つの寮はどう考えても対立関係にある。二人を巻き込むのはやめておいた方が良さそうだな。今回は学園から受けた正式な依頼のため、地下道は使わず、正面から寮舎へと入る。御堂さんの姿を探して周囲を見渡すと、バガストロムの寮生と思われる一人の男子生徒と目が合ってしまった。おい、そこのアマ。はい。どこのもんだ。どこのもんになるんだ。やっぱりこうなるよね。御堂さんと会う前にトラブルは起こしたくないな。軽く会釈し、そのままガレージの奥へと進む。しかし、てめえしかとしてんじゃねえぞ。怖い怖い。次の瞬間、想像以上の力で腕をつかまれ、私は眉をしかめた。話してください。ギリギリと食い込む男子生徒の手を精一杯の力で振り払おうとした。その時、うるさ、ちょっとどいてくんない、邪魔なんだけど。お、レオが助けに来てくれた。振り返ると、昨日ルカ君と揉めていたバガストロムの1年生が不機嫌そうにこちらを見据えていた。あれ、君って確か粘着腰抜け転校ボンドと一緒にいた女だよね。また新しい名前が。あだ名ではないか。粘着腰抜け転校ボンドって。またいじめられに来たの。ド M かよ。好き好んで来るわけない、こんなとこに。そんなわけ。どけって言ってんの、聞こえない。そう凄む彼の複雑で締めっぽい視線は、私ではなく隣の男子生徒に向けられる。ああ、てめえ一年のくせに何様だ。俺様だよ。彼は男子生徒の顔に向かって勢いよく口からプッと何かを吐き出した。喧嘩っ早い。ガム鼻で息が。おい、こら、殺すぞてめえ。そこまでにしとけ。お、アランパイセン。御堂さん。寮長、この一年が。その手を離せ。てめえは喧嘩の相手も選べねえのか。すいませんでした。男子生徒は御堂さんに一礼すると、こちらを睨みつけながら足早に両者の外へと走り去っていった。
あー怖かった。寮長様、助けてくれてありがとう。お前はどこかで見た気がするな。もう忘れてる。特裁定としてこの学園に編入しました修也というものです。あ、こっちに対して行ったのか今。昨日フロストハイムのグールと一緒に闘技場にお邪魔しました。そこまで言うとミドウさんの眉がピクリと反応したのが分かった。お騒がせをしてすいませんでした。私は精一杯に頭を下げた。こんなことをしたってフロストハイムとバガストロムの関係が改善するわけではない。ただこの学園やグールたちのことを何も知らないまま迂闊に立ち入ったことは素直に謝るべきだと思った。お、包み隠すなって言ってたもんな、ダンテ先生も。あと少しで終わる。そこに座って待ってろ。誠実には誠実に返してくれるってわけか。御堂さんの視線の先には一面に落書きされたレザー製のソファーが置かれている。わかりました。なんか座ったらすっごい汚れそう。遠巻きから寝踏みするような視線をひしひしと感じながらゆっくりとソファーに腰を下ろす。御堂さんは地面に置いた工具を拾い上げると、寝座かに仰向けで横たわり車の下へと潜り込んでいった。なんか車の整備してるの？どういうことなの？寮長。寮長の仕事が俺には全然わからない。ということで、時間もいいところまで来たので、次回はこの第12話、早くも衝突、早くも衝突、どうなる先行きからプレイしていきましょうかね。喧嘩してるの？まあ、ちょっとレオンくん、なかなかね、癖ありげなキャラな気もするよな。でもなんか主人公のこと助けてくれたしな。どういうことになるのでしょうか。入れ墨入ってる。なんて恐ろしい先輩なんだ。はい、ということで、今回はここまでとさせていただきます。まあ、やっぱり河村井先輩はかっこいいね。エピソード2に入ってもかっこよかったぞ。ちゃんと主人公のことを真っ先に心配してルカを怒ってくれる。後輩思いの先輩だよな、意外と。はい。それでは終わります。シアンでした。またね。